やっていきましょうか。RE2。ごめんなさい、前回パートほんと短くて申し訳なかったですね。なんかちょっとやっぱ区切りを持ってやっていこうと思ったなんかあんな感じになっちゃうんで、まあ、今回はどのくらいのちょっと長さになっていくかわからないんですけど、とりあえず球根を潰しながらのなんか進めていこうというふうに思います。はい。でね、彼がね、イビ43だったかな、プラント43、通称イビと呼ばれるものでして、ね、人間植物を追いつけることによって、あの体中からね、たまたまちゃんがいっぱい生えてきて、で、こんな感じになっちゃうというところですね。ところが、まあ、その球根自体が神経系とつながっているという関係もありますんで、あそこ潰すと、今みたいにダメージを受けて、うぎゃー、熱い思えるよっていう感じでね、違う、それは火炎放射器で燃やしてるから、それは関係ない。で、まあ、こうやって潰すことによって、まあ、一時的にダメージを蓄積することで動かすことができる。ただ完全に、活動停止をさせようとするとどうしてもやっぱ燃やし尽くさなきゃいけないというところがありますので、はい、で彼がね燃やし尽くされることによって焦げますので、焦げることによってもう一切サイキック能になるので、これは一旦焦げてますんで、はい、じゃあ続いてね2体目のね第二ブラビットのね球根ちゃんを潰しながら前に進めていくと思います。で、倒れましたと。で倒れましたので、ここで彼のね勝負をしていくことなんですね。どんどん燃やしていくこと、まあ、大体彼を潰すのに火炎放射器のその今はね改造アイテムをつけてはいるんですけれども、改造アイテムをつけたことが関係あるかどうかはちょっとわかんない。薬液を散布します。
現在、マニュアルモードです。カートリッジに合うように、液量を調整してください。
おかえりなさい、リー研究員。メッセージが5件あります。氷漬けにされちまえ。冷却シーケンスを実行中。冷却が終了しました。